はいどうもピオキングです。今日は世界のコースやっていきましょう。早速見つけたのがね、このクリア率 2.00% の一発マリオっていうねコースなんですよ。まあ見るからに簡単そう。バネがあってゴールがあるだけじゃん。それでもねクリア率 2.00% だから普通にはいけないと思う。こんな感じで普通にいけ、え、ノリじゃない、キノコかなんかあるの、え、なくない、どうしようこれ、これ無理だよね。この辺で、端っこの辺でジャンプできるみたいな、こんな感じ。くそくそこれ無理じゃん。どうやっていくんだろう。多分バネがね下に下がりきる前にジャンプしなきゃいけないんだろうけど、できるのかなそんなの。見てほら、こんな感じでちょっとだけバネに触れてジャンプするみたいな。これ難しいな。ちょびっと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 、あー惜しい惜しい。くっくっあーくっくっ、いけいけガッくっくっ、いやこれバネ踏んでるじゃん、バネ踏んでるじゃんこれ、行ってくれ行ってくれ。うわ、もうちょっともうちょっとか、もうちょっと右か、おー来た、やったやったクリアできました。見る分は簡単だったかもしれないけど、やってる分は結構難しいんですよ。いいね、2秒でクリアした人おるわ。それじゃあ2つ目はいつもの通り騙しコースやっていきますか。クリア率 2.05% フリートロールオンリー 2.99 ドル、約400円ぐらい。それじゃあ早速遊んでいきましょう。でこれはまず普通にこのオンオフ気になるよね。こうしたらどうなるんだ、これ何もしないでとりあえず先に進んでみる、こんな感じで。そしてあれあれ、あら、分かった、これ普通に何もしなくていいっぽいね。こんな感じでここでパワーブロック持てばいいんだ。何を難しく、危な、この人危な、ねえこの人危なくない、この人はね無視していこうか。これねどっちが、あぶねえ、よく避けたね今。どっちがいい、まあ普通に考えるとキノコがいいよね。左上さ、なんかヒントない、矢印が上マークあると思うんですけど、左の方にねつららのマークあるんですよ。っていうことは右の方が正解でよかったと思う。ほらね、これ優しいかもしれない。そしてこれは待ってくれ、うお、ちょっと待って、どうしようどうしようどうしよう、ここここっぽいよね。じゃあここはどこに行けばいいのかな、ここっぽいな、なんかねえここっぽいよね。あ、その四角い場所以外どこでもよかったっぽい。それじゃあこのまま走っていって渡ろっかな、行け、よし。これはあれ、みんな見えます、ドスのところ上回転なんですよこのバー、だから上に行ったらね騙されるんだ、そう来ると思った。そしてここで鍵を取る、オッケー、あれ、あ、え、鍵ダメだ鍵ダメだ、鍵という餌にね釣られてしまったわ。行き急ぐな、先のコースをよく見てから考えようか。でこれはね下からで OK だった、これも無視していった方がいいよね。そしていや分かってた、これはそのまま何もしないで右に行こっか。でこのコースのね特徴が分かりました、餌に釣られるな。うん、この制作者さんの癖は餌にね釣られるとねやられるっぽい、マリオが。だから餌に釣られないようにしていけばどんどんクリアできるんじゃないかな、多分そうだと思うんですよ。だからこれはね普通にこのまんま行って、まあ、中間ポイント取るでしょ。でこれ餌がねあの50コインだからこれ無視していこう。そしてほらね、いけた、これスター絶対餌なんですよ、あれはね絶対取ったらいけないからこのまま行こう。そして
ちょっと待ってくれ、ビビった。この辺から斜めジャンプしていけってことね。オッケー。そして上のスターっていうかコインも怪しいからダメでしょ。これも多分取ったらいけないと思うんですよね。でこれは普通に歩いていけるっていうことは、これ取らないけんのかな。じゃあこれどうすんだ、これ。あー、こっち行けるのね。オッケーオッケー。あれ餌なんですよ、絶対餌。でもこの矢印も怪しいな。どうしようどうしよう、こっち行ってみようか。あれ絶対餌ですよ。こっち？それじゃさっきこれ左行けたね。左行けたからちょっと待ってみよう。よし来た。でこのまんま上に行く。そしたら、あ、土管あるじゃん。やったね。あ、これゴー。これはすぐパックが来るから逃げようか。そして上と下はどう考えてもどう考えてもね、上なんですよね。でもこれ下がの方がね怪しいから、ちょっとこっち行ってみるわ。じゃあこれもう普通に上じゃんね、こっちでいいやん。よし、それじゃあ次のコース進んで、そろそろね中間ポイントも欲しいけど。あぶね。あー、ちょ早く上に行けってか。よし、風が来る前に行こうか。で、すぐ上に行く。オッケーオッケー。で、そしてこれは、待って、危ねえ。よっしゃよっしゃ、引っかからなかったぜ。そしてこれは右と思ったけど、これ左の方が怪しい。おし、中間ポイントじゃん。やった。なんか嬉しい、正解した正解しましたね。そしてこれは右にね、ボムがいるんですよね。あ、これ左？左ね。オッケーオッケー。これ右のボムを下に下ろさなきゃいけないの？え、ボムいつ降りてくんだろう？で、この隙間いけるの？あ、いけるいける！よかった、いけるんだ。そしてこれは P を踏んだら下にね、なんかファイヤー、めっちゃビビった今。あー、それ取りたかったな。うわー、パックと思った。これはダメだ、いけないね。よし、それじゃあ P スイッチ踏んでフラワー取っていこうか。そしてこのまんま、うん、トゲに当たって右に行く。これ怪しいな。一応取らないでおこう。いや、一応出しておこうか。なんだ、え、急じゃない？なんか今の今までなかったよね、あんな。よし、これはじゃあね、無視していこう。無視してちくわブロックに乗って、これ罠っぽいな。でも取っておこう。罠か罠じゃないかわかんないからね。あ、あ、いけね。これ、あ、罠っぽくないで、とりあえずこれでチャッカマンしてこのまま右に行く。そしたらジャンプ。そしてこれはどっちだろう。これ上っぽいね。こっちの方が正解っぽくない？右多分不正解だと思うんですよ。おーし、来た来た来た。なんかスムーズ、めっちゃスムーズ今回。でこのまんまこうか。絶対そうと思ったそうか、ヒント書いてあったな。ブラックパックンとブロックつながってるじゃん、線で。っていうことはカキ棒に当たってちっちゃくなればよかったのね。っていうか今更だけど言っていい？この曲めっちゃ好きなんですよ。この曲めっちゃ良くない？マリオで一番好きっていうぐらい好きかもしんない。もうほんと好き。これスーパーマリオブラザーズ3のやつだったっけな。これはこんな感じでいい？そして下にここのパワーブロックをね、下でここ、オッケー、来た。そしてこれは、あー、どうしよう、これ絶対こっち行ったらダメじゃん。あ、これ絶対死ぬね。あ、これ絶対上じゃないと無理だよね。こんな感じ？これ叩いてみる？お、なんもなんない。え？
こうやっていけるんだ。すごい、見てほら、すごいすごい、こんなん初めて。絶対死ぬと思うよねこれ。でこのまんま、どうしよう、ここ叩いていいのかな。うおー危ねえ。よし、これ叩いていい、いいねいいね。ちょっと待ってくれ、ぷくぷく。よし、でこのまんま上に渡っていく。よっちょっくっそ、これにやられるのはめっちゃ悔しい。でここ金魚出てくるでしょ。でこの金魚は無視して、ここブロック、ここパックンだな、パックン。おお、ちょっと待って、よしよし、パックン抜けた。これでそろそろゴールが来てもいい頃だと思うんですけど、なんだこれは、ビビった。よしこれゴールでしょ、もうさすがに。なんだこれ、どう考えても左だよね。ねえ、右、いや左じゃんこれ、絶対左でしょこれ。これでいいよね。え、どここれ、これ最初じゃない、ねえこれ最初じゃん。ちょっと待って、これ中間ポイント取ったらダメ。ちょっと待って、一回やら、うそマジかよ。うそうそうそ、あ、なんかある。よ、よかった優しい、このコースめっちゃ優しい。じゃあこれ右っていうことか。なるほど、ここにゴールがあるのね。今回もこのダバシコース非常に楽しく遊ばせていただきました。ビオキング引っかかりすぎじゃないとかね、思ってるかもしれないですけど、意外とやってみたらマジで引っかかるから、ぜひねこの詳しく探すで難しさをとても難しいとかにして、謎解きだけに OK ってするとトロールコースっていうのはいっぱい出るんですよ。それをですね、自信がある方はぜひやってみてください。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。